目覚ましが壊れたって？なんともないわよ。だけどセットしたはずなのに今朝アラームが鳴らなかったんだ。疲れててアラームが聞こえなかったんじゃない？そんなはずないのに。ところでスクール B、 一体何があったの？なんで？かすり傷だらけだし、タイヤもパンクしてる。タイヤが？うわ！ちょっと終わった。すごく怖くて夢じゃないみたいなんだ。みんな、お休みの日に邪魔をしちゃってごめんね。大丈夫だよ。ところで、毎日怖い夢を見てるなんて、何かすごく悩んでることがあるんじゃない？遅刻したら困るってそれだけが心配なんだけど、夢のせいか最近は遅刻してばっかりで。心配しすぎて怖い夢を見るのかもしれないよ。そうよ、今夜は遅刻の心配なんてしないでぐっすり眠ってね。スクールビー、この僕が真相を突き止めるぞ。何にも起きないじゃないか。お、出てきた。これってスクールビーが見た怖い夢の内容と同じだ。夢の中で僕はいつも苦労の谷の橋を渡って、痛い茨の道を通り過ぎて、いつの間にか沼に向かって走ってるんだ。待てよ、じゃあ次は沼？スクールビー！ダメだよスクールビー、止まれってば。こうなったら、そんな、まさかスクールビーが寝てる？ヘリーだわ。ジン、大変だ、スクールビーが眠ったまま沼に落ちたんだ。かなり危険だ、どんどん深く沈んでいってるんだ。聞いたわね、みんな今すぐ出動よ。了解。同時に引っ張れるように合図して。わかった。ヘリ、準備はいい？1、2、うわ、沼だ。危ない。落ち着いてスクールビー。スクールビー、しっかりして。これは夢じゃない。あの夢じゃないの？スクールビー、私たちはあなたを助けようとしてるのよ。無有病？そのせいでいつの間にか傷がついてたのか。それじゃあスクールビーが夜遊び回ってるって噂も無有病が原因だったんだね。大丈夫よスクールビー、無有病はちゃんと治せるから。あ、本当に？もちろんよ。スクールビー、目覚まし時計は壊れてないってさっき確認したわね。だから何にも心配しないでぐっすり眠って。それじゃあこう考えてみて、僕の目覚まし時計は壊れてないし、僕はアラームを聞いてちゃんと早く起きられる。だから僕は明日遅刻しない。そうよ、そうやっていい方に考えれば心配だって消えるわ。そうすればぐっすり眠れるはずさ。さあやってみて。うん、僕の目覚まし時計は壊れてないし、僕は朝アラームがちゃんと聞こえるから遅刻しない。だから僕は気持ちよくぐっすり眠れる。僕の目覚まし時計壊れてないから。スクールビー寝ちゃった。きっといい夢を見てるはずさ。か
壁を塗ってるんですか。じゃあ黄色いペンキで白いところを塗ってくれませんか。すまんな、ここに黄色いペンキはないんだよ。どうしたらいいの。ペンキだらけのスクールビーなんて嫌だよ。ああ、それじゃあ白いペンキで綺麗に塗っちゃえばいいんですよ。体を白く塗るのかい。そうだ、そうしてください。ペンキだらけでいるよりずっとマシです。じゃあやってみようか。さて、できた。どうかな。どうかな。そうだな。かっこいいよスクルビン。ほんと、やった、嬉しいな。ビルダーさん、ブルナ、ありがとう。じゃあ僕行きますね。ちょっと大丈夫かな。大丈夫ですよ。あ、来たよ。スクールビー。やあみんな。わあ、スクールビー、どうしちゃったの。体に白いペンキがくっついて汚くなって、だから全部真っ白に塗ったんだ。かっこいい。おかしい、お化けみたい。お化け。わあ、お化けなんて、僕そんなにおかしいのかな。ちょっと見てみよう。本当にお化けみたい。こんなのやだよ。白いペンキで塗らなきゃよかった。こうなったら早く黄色いペンキを手に入れなくちゃ。タイヤが挟まっちゃった。どうしよう、誰か助けて。すぐにみんなが来るよ。あ、来た。後ろのタイヤが挟まって全然動けないんだ。大丈夫スクールビー、助けてあげるよ。みんな、後ろのタイヤを調べて。ポリー、こっちよ。石をどけてあげる。よいしょ。いいわよ。状況はどう？やっぱりスクールビーを持ち上げて動かした方がいいわ。ここは石が多いから。ロイ、スクールビーを持ち上げて動かそう。了解。そっちはいい？オッケー。よし、力を合わせて、1、2、3。気をつけてね。それで体を真っ白く塗ったの。ペンキだらけだったのが嫌だったんだもん。その気持ちわかるよ。とにかく早く元の僕に戻らなくちゃ。そうしないと子供たちが乗ってくれないんだ。大丈夫だよ、ここに黄色いペンキがあるから僕らがちゃんと元通りにしてあげるよ。みんな手伝ってくれる？もちろんさ。ほんと？ありがとうみんな。さあ、黄色いスクールビーに戻してあげましょう。任せて。さあ。くすぐったい。じっとしてスクールビー、綺麗に塗れないじゃない。分かった。いいわヘリー。じゃじゃーん、これで完璧だよ。うん、元の君に戻った。よかった、ありがとうみんな。あー、そうだ、大雨が降ったんだ。せっかく近道しようと思ってきたのに、これで本当に本当に遅刻だ。どうしよう。
しょうがない、とりあえず戻るか。声が聞こえたぞ。助けて。お、海岸道路の方から聞こえてくるな。さっきスクールビーがあっちに行ったみたいだ。あそこは道路が壊れたって知らせがあったところじゃないか。もしスクールビーに何かあったらどうしよう。さあ早くレスキューチームを呼ぶんだ。繋いで。了解。ロイはクレーンの準備を。アンバーは僕とスクールビーを引っ張って。了解。急ごう。来ないで、崩れそうなんだよ。このままじゃ僕たち一緒に落ちちゃうかもしれない。大丈夫だよ、君を助けるためにやるんだから。大丈夫スクールビー、うまくいくから。本当だね。もちろん。行くぞロイ。やっ、いいぞ、スクールビーが上がってる。ロイ、もう少し引っ張って。だ、任せとけ。どうしよう。落ち着いてスクールビー、絶対助けてあげるから。落ち着くなんて無理だよ、だって本当に怖いんだ。おいスクールビー、まだタイヤを動かしちゃダメだ。スクールビー、ダメだ。動いたらみんなが危ない。僕らを信じて。わかった。ロイ、もう一回頼む。よし。オッケー、ポリー、タイヤが持ち上がったよ。よし、スクールビー、ゆっくりタイヤを動かして。本当にヒヤヒヤ
ましたよ。